<laughs> こんばんはえタグどうしたらいいんだろうタグじゃないわテロップ自己紹介衣装あれどうやってやるのこれあできたできたちょ,ちょっと待ってね <laughs> ちょっと待ってねソムデイソム ウウウウウェ、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 ア、えーえー、すごいたくさん来てるすごいあーちょっと待ってでってあるのこれののあできたできた。できた ちょっと待って <laughs> ちょっと待ってくださいテロップ <laughs> テロップが <laughs> サムデイサムエが長すぎてなんかダメなのかなこれ <laughs> 頑張れ頑張れよし できたあーごめんなさい、皆さん、こんばんは。うー、ちょっと、コメントが。カシさん、ND さん、えっ、ー、と、あパタさん、さやかちゃん、ランさん、千歳さん、銀河くん、りなちゃん、ばばっちさん、よしたくさん。 アンさん、えー、福さん、恋愛小説家さん、クロリナちゃん、りょうたくん。あの、花束ありがとうございます。ダイブさん、花束ありがとう。サチョコさん、ありがとう。ここでは初めて。はい、テロップできました。テロップできた。初級のね、改めまして、初めまして、皆さん。えっ、ー、と、ちょ、ちょっと待って。字が見えにくい、ね 改めまして、えー、とサムデイサムウェアの清原理央です。よろしくお願いします。グループ名呼んでくれ、呼んでくれ。セイブさん、お弁当箱ありがとうございます。リオンでいいよ、お姉ちゃん。ユうスケさんもありがとうございます。ランさん、イエーイ。リオちゃん、イエーイ。ありがとう、来てくれて。つーさやさんも、リオンってありがとう。まるねイねイさん、かのんちゃんも、はじめまして、ありがとうございます。 そう髪型をちょっとちゃんとセットしました急いでこれ15分ぐらいでできたよそう大人っぽくなったでしょ高畑さんリーヨンとかチュワワとかですあだ名は他にもいろいろあるんだけど基本みんなそんな感じで呼んでるので是非好きな感じで呼んでいただけたら嬉しいです巻いてる巻いてるよそう「サムサム」の中では初めてかな配信が。 <laughs> ありがとうございます健二郎さんはじめましてちゆきちゃん髪型似合うってありがとうサムサムバージョンかなどうなんだろうなんとなくいい感じにしてみた大人っぽいよかったありがとうねえコメントたくさんありがとうございますコメント全部は読めないかもしれないけど何回もコメントしてくれたら目に留まるのでしてくれたら嬉しいですなかちゃんもディーヨンってありがとう ね、コメント流れるのめっちゃ早いめっちゃ嬉しい「アゲイアンやンダーゲイン」めっちゃいい曲よな本当にあのサムデイ・サムウェアのデビュー曲えっとシタイプ C に収録されてますのでね CD ぜひみんなもね買っていただけたら嬉しいです生黙ってるんですよあのサムサムの中で私だけすんごい黙っとってでもまあみんなはなんかそれがいいらしいからまあこんな感じでいこうかなって思っとんやけど あむちゃんもありがとう来てくれてありがとうゾンビくんもありがとう新夜くんもここでは初めてありがとうあおた,青たーんあおたんありがとう悪口書くな悪口書かないで書かないでカムカバーさん来てくれてありがとうございますはじめましてだと思うはじめましてランちゃん明日行くの分かった待ってるありがとう予約済みすごいさすがマーくんごじゃありがとうございます バラエティ担当を目指してます清原です <laughs> 言わせないで <laughs> 方言めっちゃ可愛い本当になに何かえいめべんなんですけど基本はでもなんか関西が混ざってるみたいです私は関西の言葉がなんか混ざってるみたいで <laughs> 犬飼ってますチワワのオスを2匹飼ってるんですけどチョコくんとプリンくんなんで覚えてくださいたまに配信にも登場するかもしれない そうさっきと同じ場所キャッチコピーは一角チュアワワです一角チュアワワですはいすぐ噛みつくミサワくんクマさんありがとうございますクマさんありがとうはいゆり坊さん気をつけてね <laughs> 噛みつかれないように気をつけてねお自分も意味出身って嬉しいしばけたんどうってお笑い芸人みたいやんいややわ。 しんちゃご自由ありがとうございます。もばっちさん明日来るの待った明日来る人いっぱい衣装変わったよ。衣装変わった。髪型も変わった。<laughs> ちょっとなんか改めてねと思って。そうはい初威嚇出たよ。伊沢りくさんはじめまして来てくれてありがとうございます。C タイプ買ってね。お願いします。C タイプ買ってください。お寺のお手伝いはね最近行けてないでしょ。ウインクできないの。練習してる今。 両面ウインクで最近はみんなに許してもらってますってやるっていうやつで <laughs> 許してもらってるんですけどあ本ほんとだね鈴木りおちゃんと同じ名前なの漢字も一緒だからフェルーサさんをあお話ゃないハートありがとうございますユースケさんマルチさんもハートありがとう横浦さんも明日待ってるねありがとう猫かぶってねえよかぶってねえよ なっていまはじめましてありがとうございます来てくれて私のアバター来てくれて若のこと覚えてるよありがとう来てくれて覚えとる覚えとる覚えとるよありがとうタイプ C 予約したありがとうさすがほんまにさすがあサザエさん見たいサザエさん見たいわ私もユうスケさんお,お花じゃないハートたくさんありがとうございますピチューさんもタコさんとああありがとう何だっけこれくまくまくま <laughs> ありがとうございます。いくさんもくまさん、くまさん、たくさんの嬉しい。ありがとうございます。北原さん明日行くありがとう。待って待って。まあ、私なほんまにあの握手会が初めてなんですよ。明日だからすっごい緊張してるんです。うまくできるか不安なんですけど、あのグダグダになっても、まあちょっと初めてということで許してもらえますかね？許してくれたらいいんやけど、<laughs> 心配テイク。明日行くんや。待ってる。待ってる。ありがとう。 あいこちゃんんももハハーートトマルチさんもハートありがとうございますのぞみちゃんもはじめまして来てくれてありがとうございます800人すごーいちょっと喉乾いちゃった <laughs> いちご豆腐さんはじめまして可愛い名前が来てくれてありがとうございます清原竜といいます待って自己紹介しよっか ラストアイドルファミリーのサムデイサムウェアとしてデビューすることになりました清原リオといいますえー、と高校2年17歳の愛媛県愛媛県民です <laughs> 愛媛県民です愛、ね、えっとあだ名はディオンとかチワワとかなどなどいろいろありますで性格はすごいあのんだろう噛みつくし 威嚇するし本当にもうチワワみたいな性格、まあ、なのでまあ気をつけてください皆さん <laughs> 怖いと思うから <laughs> ひめりのねツイッターね私乗ってたね嬉しかった私が乗ってた私が乗ってたねみのりさんもはじめまして来てくれてありがとうございますそうおつおつと噛みつきます噛んだ噛んだえ明日何話せばいいんだろうぐだぐだでも大丈夫かな大丈夫かな コーラがないからね今お母さんが買い物行ったから買ってきてもらって今ねコーンスープ飲んでますコーンスープねコメント早くてすごいねコーンスープ飲んでるんやけどうんユうスケさんお弁当お弁当ありがとうございますいいねもありがとうございます京香さんはじめましてカミカの寒さとか言わんとって 1000人すごいもうすぐ1000人だありがとうございます嬉しいありがとうございますチワワチワワ威嚇する石原里って似てないよ似てないですそう特技は韓国語と威嚇と振り覚えですうんピッチャーさんクマさんありがとうございますディオンって呼んでのんちゃんありがとうありがとう <laughs> 噛まないで噛むよ噛むに決まってるでしょ ヒメ <laughs> リオヒメリオそうヒメリオって言うのいいねヒメリオヒメリオああサムサのファンの名前何がいいかなあっ若菜ちゃんと一緒に座る振り付けみんな好きって言ってくれて嬉しいですなんかあのねさっきの前のアカウントでの配信の時に「りおちゃんちっちゃいけんあそこ座る役になったん?」って言われたけど違うよそういうそういう決め方じゃないけんねでもね嬉しい私もあんな振り付けがあって嬉しいです あさたありがとう髪型かわいいってありがとうオレンティンさんも来てくれてありがとうございます読んでもらえるよりおちゃんりおちゃんごめんね全然拾えなくてありがとう見つめ合いますこうやってみたいな <laughs> 感じで1000人1000人いったすごいありがとうございますおまさみこさんはじめましてここでは初めまして滑りたくない滑りたくはない滑りたくはない <laughs> 突っ込んでえ変なボケやせんとってなそのなんかちょっともうちょいなんやろ突っ込みやすいボケならええけど <laughs> 私もまだお笑いは勉強中やから星しついたじゃあコメントたくさんしてください10分で1000人すごいねありがとうみんなありがとうございます初見詐欺多すぎやろさっきから思ってる韓国語8位覚でもこうまあ顔もなんですけど言葉で なんか追い詰めることが多いですみんなのことを <laughs> え韓国語でサムデイサムウェアの自己紹介あ,あじゃあ特技が韓国語なので韓国語で、えっと、サムデイサムウェアとして自己紹介しますよろしくん願いしますサムデイサムウェアへ清原ディオイムああ、アップロード メンバーメンバーズルがよしみよしみはにっかうんわんまにへじゅせよさるぷたっけよかまさむねだごめんなさいなんか久しぶりにしゃべるからぐだぐだになっちゃったんですけどえっとみなさんこんにちはラスえっとサムデイサムウェアの清原リオですこれからえっとメンバーのみんなと頑張っていくので。 応援たくさんしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。って韓国語でお話ししました。はい。<laughs> もうちょい頑張るね <laughs> あ。あクロリナちゃんも来てくれてありがとう。ガタガタさんもここでは初めまして。ポンナさんも来てくれてありがとう。あ明日も来るんだ。わかった。セラランちゃんはじめまして。来てくれてありがとう。方言いい方言講座とか今度しよっかな。 いや方言ねめっちゃあるんよね私ほんとに多分ねサムサムの中で方言はナンバーワンやと思う <laughs> ねえ10分で1000人だなんてもう初見詐欺多いわ初見詐欺多いねさっきから初見詐欺しかおらんやんほんまにネタ披露サムサムでやったらおもろいかもしれんほんとにあそう握力はないからね私握力が最終記録が6なんですよ <laughs> 笑い事じゃないんだけど本当にでもまあ生活の支障はないですひろランもここでは初見だねありがとう白雪山さんもありがとう来てくれてへ <laughs> 韓,韓流アイドル芸人ってなんやねんそう韓国語で頑張ってみました韓国は行ったことないんですよまだ初見詐欺多すぎやってほんまにアポちゃんもまた来てくれてありがとうありがとう韓国行ってみたいですね 桜ちゃんめっちゃかわいいってありがとうございますたけさんもはじめまして来てくれてありがとうゆうきくんもまた来てくれてありがとう握手会はい明日皆さんラストアイドルの皆さんとサムデイサムウェアの握手会があります私にとっては初の握手会ですもうすごいドキドキしてるんですけどまああのー、自分なりに皆さんと、まあ、ショールームみたいに交流をこうたくさんできるように頑張るので まあ、温かい目でね見てくれたら嬉しいなって思っとんですけど <laughs> 大丈夫かな <laughs> 方言かわい,いあのねイオ弁はやけんとかやったんよとかしとったんよとかあと行ってこわいとか帰ってこわいとか結構みんな知ってるかなとかいろいろありますねけんけん言いますもうイオ,イオはイオ弁は。 ね、私の場合なぜか関西弁が混ざってるんですけど別に関西に住んでたわけではないんですよなんかエセ関西弁みたいでごめんなさい <laughs> おじいさんさん猫雪だるまありがとうございますふうかちゃんはじめまして来てくれてありがとうございますうん親しみやすいと思うので皆さん仲良くしてください優香であだ名ええ,えゆ優ゆ優香 ピッピ私ピッピするのなんかピっていう発音が可愛いななと思うからすぐピーつけてしまうユー <laughs> ピッピは可愛くないかえでもユーカはユーカで可愛いからなそのままがいい気もするユースケさんも来てくれてありがとう愛子さんもまた来てくれてありがとうございますノンさんは本当の初見ありがとう来てくれてそう韓国語ね今もっと勉強中勉強してます発泡司会 ドドキキしてますんすごいドキドキしてるなあみさとちゃんもありがとうココちゃんも初見ですたありがとう握手会で威嚇わかった手加減しとくね1回目やから <laughs> 1回目はね握手会頑張ってって言ってくれてありがとうございますいやほんまに頑張る頑張るねところであのみんな昨日はリアルタイムで見てくれましたかサムネーサムウェアのお披露目はでどうでしたかね 椅子を使った、あとマイクスタンドを使ったパフォーマンスだったんですけどああカズヤ花澤ありがとうお久しぶりピッチョさんもクマさんありがとうございますシュウガさんも来てくれてありがとうクルミネルさんもありがとうございます <laughs> リオピッピもいいねリオピッピセイブさんもいいねありがとうございますありがとうみんなねサチョコ分かったサチョコって呼ぶねサチョコ家から応援しててねカズヤまたねありがとう さんさもはじめまして来てくれてありがとうございますパフォーマンスね生で見,た見せたいですあやちゃんもはじめまして来てくれてありがとうディーオーンって言ってくれてる <laughs> 趣味はねヘアメイクですメイクするのが大好きなんですよすごくなんであのメイクも毎日いろんなメイクをしたりして楽しんでいますはい <laughs> 見たみんな生で 見てくれましたかあ、生ででじゃないね <laughs> リアルタイムでど,どうやったかなもうね私はずっと震えながら家族で見てましたよずーっと震えてみてた,たお父さんとお母さんと3人で見てましたあやっぱイス,ンスアルパートよかったーってありがとうひたすら可愛かった嬉しい愛媛でもねえっと12時5分からだよ0時5分から放送されてるよあデュオデュオパラダイスさん」さも銀太くんもまた来てくれたありがとう ありがとうございますでもね私たち自身もマイクスタンドがと椅子があるのが見てえっとどういうことってね最初は思いましたねでもあんな感じにね完成するんだなって思って可愛すぎてニヤニヤが止まらなかった <laughs> そうなの若菜ちゃんの歌唱力私も驚いたいやなんか前からすごい透き通った歌声だなとは思ってたんですけどでもなんか生で聴いてすごいなんかゾワゾワって <laughs> しましたね ね、歌詞がすごいいいですよね。私も初めて聞いたとき涙が出た。みんな感動したって言ってた。やっぱみんな負けを味わってるからね。そうそう、うん、リオンとあかなちゃんの大好き。あ、本当ありがとう。そう、若菜ちゃんとこう前後で並ぶことが結構多いから、若菜ちゃんを台無しにしないように、私もちゃんと頑張ろうと思います。<laughs> ヘアメイクってないやねん。ヘアメイクや。<laughs> 部屋のメイクじゃない部屋は片付けしない <laughs> あ、メイク配信ねしたいってあしてほしいって言ってたねいいかもしれないいいかもしれないえ若田ちゃんとのコンビ最高って若菜ちゃんとのコンビ名何がいいかなひめりとはひめりおがいいよね他他のみんなともつけたいなでもサムサムのみんなはねほんとに仲良し恋しいですね仲良し恋しいって言ったら逆に嘘っぽいね <laughs> すごい仲いいんだけどなんだろうねそれぞれのキャラがすっごいしっかりしてるから なんだろう、すごい楽しいです個性が豊かでもうツイッターですでになんか個性強えなって言われてたけどほんとにえっ戦の個性ちっちゃかったようなかっこ悪かった私も見ててほんとに加藤さんもまた来てくれてありがとうめっちゃ可愛かったよかった私もツイッター見ながら交互に見てた感じあチョコプリンも震えてたいや寒いけんやと思うけどねえい今テレビあるわ どんだけ田舎でもあるわちゃんとあるよ確かに清楚な感じはねすごいあったかなって思いますねあ乃木坂さんっぽいって言ってる方多かったね確かに確かにリオンばかり見てた嬉しいありがとうありがとうみーたんとのそうですね実はっていうかまあ知ってる方もいらっしゃると思うんですけどみーたんとの対戦日と えーとサムデイサムウェアのお披露目日は同じ日ですなのでその日すっごいあの私史上最強に忙しい日でした <laughs> 気持ちもなんか体もバタバタみたいな感じでしたね <laughs> そう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 だったんですよ実は実はそう衣装着てないよこれ私服私服私服だよリオンリヨンって呼んでくれてるチワワも嬉しいチワワでもいいよ 木原ちゃん歌上手くなったありがとう嬉しいありがとう裏トークコーナー行きましょうかね何話してほしいかな何話してほしいんだろうかいや真島ちゃんの足踏まないわ踏まないわえ誰と一番でもなんかやっぱ友達のように仲いいのはえっ、ー、とレイヤーとかひめりとかなんだけど、まあ、お世話してもらってるのは真島ちゃんと美咲ちゃんとひろんとかかなだからうまくバランスが取れてますねどっちもにお世話になってる感じですね そそうそう個性ね際立てるようにみかんちゃんみかんちゃんアイラブサしコ姫さん雪枕くらさんありがとうひ聞いってくれて初めての方がたくさんいるありがとうございます私服可愛かわいいありがとうレイヤーは天荒だよほんとに破天荒だよひめりかわいいよねそう兼任の可能性もありましたねうんうんそう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  さまざまな振り付けを覚える時期とゆりいかの振り付けを覚える時期が本当に同時期だったので結構バタバタ私の中では一番バタバタしてたかな「リオン突っ込んで何でやねん! <laughs>」ねって何に対してか分からんけど <laughs>「いいしーさんもまた来てくれてありがとう」「そうマジだよマジマジ」そう「勝てたら兼任だった」ってことですねうんだからその日一日がすっごい目まぐるしかった感じでしたね こう衣装とそのサムサムの衣装とユリイカーでのその対戦の服を何回も脱いできて脱いできてであのリハーサルとかがあるので結構バタバタしてたんですああ見えても結構バタバタな感じだったちゃんんってどんな子えミサキちゃんは見た目はすごいなんかお姫様みたいで可愛いんだけど割とクールなとこもあって私はすごい好きです私すごいさらっとした子が好きなので なんだろうねでもやっぱりそのえっと挑戦者として出てきた時で分かってると思うんですけど本当アイドルに対する思いがすごい強い子です美咲ちゃんはでもめっちゃいいお姉ちゃん本当にいいお姉ちゃんお世話になってるもう実はね美咲ちゃんからお下がりのお洋服ももらってるんですよだからその服もまた来て配信するねそうそうはるかちゃんもユリイカだったんですよそう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 私も知らなかったからびっくりしたのユリりカ,カってなった自分でも リカよかったありがとうありがとうございますきょうかちゃんりゅうさんいきます <laughs> なんだよねかわいかったよかった <laughs> そうガチで忙しかったんほんまに頑張ったんやで頑張った疲れでも疲れたかなどうだろう満足できた満足できたでもやっぱゆりいかを覚える時間が少なかったからまあちょっとあの名残はあるけどねもうちょい上手に踊りたかったなとも思ったけどでもサムサムも初のお披露目日,日やし あの自,自主練習もちゃんとしとこうと思って寒さまも練習したいしみたいな葛藤がありましたあリーダー決まってないね高橋さん「リオン」って呼んでいいよありがとうあかんべいさん「暑いです」そう実咲ちゃんは暑いみんな暑いよでも寒さまのみんなは <laughs> 寒いけど暑い <laughs> ゆんちゃんも「ありがとうゆりか可愛かった」ってありがとうそう実咲ちゃん秋田美人だよね秋田美人って感じ そうまさかの2週連続ユリーカだったもんねルグさんもありがとうございますね小雪だるまピチュさんもバラありがとうそうさきちゃんとも仲良しのよすごい仲良しいいお姉ちゃんって感じかな友達友達感もあるけどどっちかというとなんかお姉ちゃんって感じがするいや服奪ったんじゃないよ奪ったんじゃない奪ったんじゃないくれたのさきちゃんがくれたのねえはるちゃんのはるかちゃんのユリーカも可愛かった 社長みかんくれるのありがとうみかん私おいしいやつしか食べないからおいしいやつくださいでもあんま食べない愛媛県民のわりにあさサムサムのポーズはこれなんですよたぶん <laughs> これです約束ポーズみたいなあの「あいでまわってる」の時のポーズですねこのこれみんなもこれでプリクラ撮ったりとかしてくれたら嬉しいなたぶんこれサムサムのポーズはこれです 指指切り指切りポーズあもうすぐ2000だすごいねユビちゃんありがとうありがとうすごい黒ジャケットさんもありがとうございます来てくれて真宙、ま、ちゃんかなリーダーはでも真宙、ま、ちゃんもおちょこちょいなとこあるから心配だけど真宙 <laughs> ちゃんのそういうとこが好きえみんな仲良しだよすごいどこのだったかなすんごいかわいいお洋服自分では買ったことないようなかわいい服 であとちょっとで2000人そう約束ポーズ約束ポーズです約束ポーズそう寒々なのに熱々って感じだよあっりんごも好きだよりんごも好き年下の前でもこのままだよなんかバカにされる <laughs> 年下の前ではほんと友達みたいに仲良くしてる感じそう小指を立てるポーズです高橋さんありがとう V 撮ってね小田さん脅して奪ったんじゃないよなんでそんなこと言うの で撮ってねこれでこれで撮ってくださいあそうだねいつかどこかでの約束ポーズお願いしますありがとうみんなこれでプリ撮ってくださいよろしくお願いします <laughs> マヒーロンめっちゃ天然マヒーロンが史上最強の天然やと思う寒ムの中でめっちゃ可愛いんですよもうずっと一緒におったらいちいち可愛いんですよねなので、ね、5分おきぐらいですごい面白いことが起こるレベルの 天然さですねディオンがリーダーやったら崩壊するよ最年少はもみやまひめりっていう子ですもみやまひめりちゃんおお兄さんも来てくれてありがとう早速2000人だねうどん屋さん m 1始まるよね m 1もうすぐ始まる <laughs> だねお姉ちゃんになってえなりたいこんなんでよければお願いします <laughs> 私はこれでのポーズってないやねん <laughs> どういうことやねん2000人突破したねありがとう あり初見の人、勝利ールの皆さん、びっくりするか、まあ、びっくりしてくれたらえいえい、ね、いいんやけどね。年下にも、まあいじられ、いじり倒しいのみたいな感じで。おしおんくん、しんちゃん、ありがとうございます。おめでとうって、ありがとう。なこさん、とってね。あかねちゃん、可愛いいって、ありがとう。ありさちゃんも、ガタガタさん、ありがとう、来てくれて。お名前も呼んでいきたいな。 <laughs> いやしばきたくはならんけどさアゲアゲの歌詞めっちゃええよなもう本当にいい感じ中学生の世話担当だけどひめりとれいやの方がしっかりしてる面もあるからまあお互いうまくバランスとってる感じかなっていう感じですね <laughs> そういう感じね2000人で嬉しいですありがとうございますゆんちゃん今日誕生日お誕生日おめでとうおめでとうございます 今日何時11月3日なんだおめでとうございます何歳になったのかなおめでとう私は11月14日だったんですけどもう大好きな31のアイスケーキを食べましたこれ何回も話してるけど <laughs> 何回も話してるけどさえあゆみちゃんの配信見たいあゆみちゃんの配信見たいしんちゃんごめんねコメントね全然読めなくてごめんねごめんごめん 個別の握手会ね。あったらすごいねボ。ボールさん、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。ごめん、流れるの早い。ごめんね。ごめんなさい。ごめんなマヒロンとみ、みんなと仲いいよ。みんなと仲いい。みんないや、わかなちゃんの足、噛みつかないってば。大丈夫。ジュンだと、ジュンであだな。ジュンジュンとかじゃない、やっぱり。あげあげ、そう。だから、サムサムであげあげって。あれは、急遽なんか。 こうエンジンジ組むとき何か言おうかみたいなのになって急遽で出たのがあれでしたねだからまさか予告編であのシーン出るとは思わなかったです <laughs> お十17歳になった同い年だ同い年の子多いな嬉しい花のセブンティーン楽しんでくださいそうそう31大好きなの <laughs> そうそう私11月だったんですよそうそうそう12月でしょどういうことどういうことだよどういうこと 今頃だけど誕生日おめでとうってありがとうございますありがとうありがとう10 17歳になりました17歳になりました同年同学年だけど達したさとしくんそうなんだあっ誕生日まだ来てないってことかなザンさん私も今日誕生日おめでとうございますそんなにいるもんなのそんなにいるもんなのおめでとうおめでとう皆さん誕生日の方おめでとうございます皆さんってそんなにいるわけないけど <laughs> ピジュさんもコ,コメントたくさんありがとうございますあいみちゃんから来た場合ありがとうございますリオンが初めてのフォロー本当ですか嬉しいありがとうございますこれからも応援してくれたら嬉しいですありがとうございますエンジンサムサムでーあげあげーって言ってね <laughs> あれなんでそうなったんだっけななんでそのなんかすごい本当に JK みたいなノリでそうなりましたね <laughs> サムデイサムエア結おめでとうってふうかちゃんありがとうございますこれから6人で頑張っていくのでね皆さん応援よろしくお願いしますハードマークピンクにしたてありがとうございますありがとうございますいやサムサムポーズしながら芝居って何でやねんっておかしいでしょどういうコンセプトなのおかしいおかしいりょうちゃんの顔で151センチ違和感えそうなのそうなのかな そんなことないけどなでも確かそんなにちっちゃいんだとはよく言われるかもしれないさむさまリオさん楽しいやったしげりんありがとうありがとうよくしゃべりますよてくてくさんおとなしい子かと思うよね私は毎日誕生日って <laughs> パリピみたいなことを言わんとってホリブさんコメントしてくださってたんですかごめんなさい来てくれてありがとうございますありがとう コメント平等に読めるようにピョ,ピョンピョン社長さん来てくれてありがとうございますステージ緊張するけどでもセカンドのその寒さまの発表の時は堂々と行こうと思ってあんま緊張せず楽しみましたね堂々とできたと思うお誕生日1週間違い黒莉奈ちゃんすごいどっちがど,ど,どうあれ1週間違いなんか分かんないけどでも私の周りもね11月の人多い多い サトシ君コメントもっと埋めるよ頑張るごめんねおレイヤーちょっと誕生日一緒すごいね極度のギャップ <laughs> 極度のギャップあ上げあげっていうのがね確かに確かにワンコね今寝てるちびりオとか言わないで言わないでねなナコさんナコさん貴大さん横浩さん若京都ラバーさんうんーえっ、ー、と織田のんなりさんのんなりさんってイッシーさん ひなっぺさんありがとうやしさんもありがとうございますマスターオデスさんもありがとうございますごめんねコメントあごめんなさいちょった玉ねぎが好きなんですはい玉ねぎ大好きです玉ねぎとマカロンと卵が大好きなので与えてくれたら喜びますよろしくお願いしますあとアイスクリームも好きあーあとハンバーグと焼肉も好きなのではいなんだアピールなんやろ 様々で一番好きことめちゃん、ありがとう。みみさんもこんばんは。ソロパート最高ってありがとう。なこさん、ありがとう。みーたん可愛いよね、高橋さん。ねえ、本当に。いや、若菜ちゃんにはまだまだ勝てない。これから頑張っていきたい。もうちょいでお二千三百人、ね、ありがとう。お腹減った。お腹減りました。<laughs> 何も食べて、食べてないんやけど、めっちゃお腹減りました。 そう,そうハンバーグってつ <laughs> ぼが浅くてごめんなさい <laughs> オニオンチワは可愛いねオニオンチワは、ね、好きなもんが増えていっててほんとに「りおちゃんごめんね2回しか読めなくてごめん玉ねぎ投げちゃダメだよ投げちゃダメ君のナーセンターさんダメだよ銀太くん、なん何でもは食べない好き嫌い多いよ好き嫌いは多いおよさんも来てくれてありがとう ご飯作れるの羨ましい私作れないから <laughs> ね蟹屋さん鈴木さんがね歌ってたよね横浩さん花玉ありがとう全部の中で私が一番好きだ茜ちゃんありがとうありがとうございますはいそうですおば、おじいちゃん家がお寺なんですそうそうそう NW さん夕方夕食何食べようかなまだ決まった何食べようかなっていうかお母さんが決めるんだけどね今日はお母さんと二人きりだから何食べるか思います。 お父さんもいなくてで私お姉ちゃんが大学1年生の姉が一人いるんですけど一人暮らししてるので LINE を毎日 LINE で連絡取り合ってるのお姉ちゃんとのぞみちゃんかわいいってありがとう山田ディさんマカロンに玉ねぎを挟まんでいい別に <laughs> ミックスしてほしくはないわ好きなアイドルさんたくさんいるたくさんいるユうスケさんだるまありがとうございますえ玉ねぎのチーズ焼きうにに何それどんなやつだろう気になる めちゃくちゃゃく食べたい何度目の青空が好きです好きです好きですみーたんには愛媛県民なのは一緒やけど以前に会ったことはないですねそう会ってたかもしれないけどねあ牛丼かなかなか食べないよ私嫌いじゃないけどね嫌いじゃないけどそう福さんそう好き嫌い減らさなきゃいけないよねダメだななでももんかもう野菜が あんまり好きじゃない玉ねぎとかじゃがいもとか人参は大好きなんだけど <laughs> 福助さん玉ねぎで好きしないでお姉ちゃんと仲良しだよお姉ちゃんと仲良し <laughs> 聞いてくださいなんかうちのお姉ちゃんが、まあ、昨日そ,のあそうそうさっきの配信でみんなあえっ、ー、とお姉ちゃんのその昨日の初のお披露目に対しての反応お姉ちゃんどんな感じやったって聞かれたんですけど。 もうお姉ちゃんん本当にに冷めててて私に対してのかんこう関心がすすっごい薄い薄ですよ、ね、こうお父さんとお母さんと3人で「サムサム」のお披露目の,そのラストアイドルをリアルタイムですごい「あすごいねドキドキするね」ってもうみんなでもうドキドキしてながら見てたのにお姉ちゃんから LINE が来たからねその時にちょうど。だから「あ見てるんかな」と思って見たら「カツオのたたき今から食うで」って LINE 来たんですよ。 何も知らずに今日がお披露目や,やのに言ってたはずやのになんかカツオのたたきの画像が送られてきて「今から食うで」みたいな「いや知らんわ!」と思って <laughs> だから急いで LINE して「いや今日お披露目なんやけど」みたいなそしたら「あそうな」みたいな「めっちゃ冷めてるんですよそんぐらい私のお姉ちゃんお姉ちゃん面白いやろほんまにえなこさん私のお姉ちゃんと一緒やわ」ってほんと そう、お姉ちゃんサメサメお姉ちゃん私はサ,ムサムゃんはサメサメでお姉ちゃんサメサメですほんとにそんな感じ <laughs> お母様が帰ってきた <laughs> めっちゃ似合クてさやね最高やろそうお姉ちゃんお姉ちゃんサヤって言うんですよお姉ちゃんとは似てるって言われるめっちゃ似てるって言われる時と全然似てないって言われる時そうカツオのたたきに負けました私そういや私の逆線というかそう,そうお姉ちゃんがねお姉ちゃんも 家族みんな逆戦高いんですよそうワンちゃん吠えてるお母さんが買い物から帰ってきました <laughs> 下蔵さんはじめまして清原ディオです来てくれてありがとうございますタボさんそう自由なんですよすっごい自由うちのお姉ちゃん私のお姉ちゃんはねでもすごい優しいんだけど優しいけど関心がねなさすぎる私にそうそうそう報告してきたのいちいちカツオのた,たきの写真を <laughs> 送ってきました いや、和ませようとしたんじゃない、絶対。絶対違う。おじいちゃん、先生、ふーちゃん、見てないよ、絶対。ね、お母様、帰ってきた。お姉様、紹介しないよ、ユーディオパラダイスさん。しない、しない。福助さん、そう、コーラがやってきました。コーラがやってきた。すみれちゃん、声でっかい、イメージと違うて。ごめんなさい。こんな感じなんです。よくしゃべります、私は。<laughs> そう、お母さんが帰ってきた。 お母様一緒に出れないよ。ねえスーパーの袋ガサゴソしてるね。えひめぴょん社長さんえひめはうーんあ,あったかくないよ寒い寒いやっぱ田舎だから寒いと思うよ結構寒い方だと思う。ピチューさんバラありがとうございます。福さんも誰もありがとうございます。裏番長じゃない。裏番長じゃない。お笑い DNA 強いよそう。社長こうそうなの。清原家は強いです。 そうなんですよ人気まだまだだよ本当にこれからたくさんの方にね知っていただけるように頑張りますみかんは毎日は食べないし全然食べないよえなぺさんコーラタイムまだだよカツオでしばくとかあいこさん絶対痛いやんそれは厳しいわねコーラ飲まないとだねでもコーラ飲んだらご飯入んなくなっちゃうやえー、ベアマハートさんもはじめまして来てくれてありがとうございますえっとラストアイドルファミリーの サムデーサマガヤの清原理央といいます高校2年17歳ですよろしくお願いしますえー、っとね今日はこの配信まあ何時かまでできる時間までしてでその後また21時からも配信するのでごめんなさいめっちゃ配信するんですけど <laughs> 全部来てくれたら嬉しいですそれでも好きですありがとうしめちゃんよかったら引かれたのかと思ったマルジさんも誰もありがとうございますィーくん喋らなければもうやめてもうやめて デバイスはそうだね愛媛の生徒はかみつけ気ない <laughs> めちゃくちゃやな <laughs> めちゃくちゃやななこさんトーク上手って嬉しいありがとうおっかなひろくんありがとうございますとっても可愛いねってありがとうございますこちらこそ配信来てくれて嬉しいですそう本当によくしゃべるんですごめんなさいうるさいかもしれないけどえめっちゃ田舎よめっちゃ田舎なんかうん通学路とかもすごい田舎な感じえ3000人いくかなこれ3000人 <laughs> 3000人行くかなドキ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 ラストアイドルによ偽では偽の姿ではないよ偽の姿ではない秀デチさんもはじめましてリオルームから来ましたってありがとうここにも来てくれてありがとうありがとうございます不思議に世界一乾いてありがとうございますありがとうノンさんそうだね宇和島は寒いかもしれないね確かに確かにね表番長でもないわ握手会は明日 いいよいよ初の握手会があります。よろしくお願いします。なんでそんなに可愛く関西弁喋れるのえ、全然ない。ほんとだって関西人じゃないのに申し訳ない。イグエさん、はじめましてちゃうはじめましてちゃう。うににんさん、ウィンク。両目ウィンクでもいいかな。って。ウラボスじゃないよ。ウラボスじゃないよ。好きなアイドル。えっと、最近、欅坂さんのアルバムをね、買いました。 そう21時若菜ちゃんとか待ってるんですよさっき LINE でお互いごめんねって言い合いましたでもお互い頑張ろうねって言い,言い合ったので2人の配信どっちも見てくれたら嬉しいですねシしおんくんもう少しで3000人のねりかちゃんそうみーたんと同じ身長なんですあいなちゃん方言可愛いってありがとうございますえっとぽんさんもはじめまして来てくれてありがとうはじめましてかなここではじめましてかな そう被っっててるのごめんねどっちも見てくれたら嬉しいでも若菜ちゃんが30分までの予定だからその後私んとこ来てくれたんでもいいよなこさんごめんねもっと取れるように頑張るねコメントひないように何がすごいの何がのコメント読んでくれてありがとう全然です全然ですリーダーかけてって <laughs> 無理だよ無理だよ <laughs> コトリンさんもはじめまして来てくれてありがとうございますおっ3000人だすごーいありがとうございます あ、白宇佐さん自己紹介もう一回しよう安田アイドルファミリーのサムネイサムウェアとしてデビューすることになりました清原リオです高校2年17歳の1 5 1ンチのチビです愛媛県に住んでますあだ名はリオンだったりチワワだったりなんですけどまあチワワの由来は私がすごい威嚇が多くて噛みつきが多いからっていうことで <laughs> そうなりましたなんですごいまあ生意気な感じなんですけど許してくださいお願いします <laughs> 愛媛言葉なくさんとくでゆ,ゆりゆ,ゆかわさん大丈夫大丈夫であってほしい私もうん愛媛大好きやからさそう LINE しあったよ LINE しあったねえコメント早くて嬉しいですリオン押してすみれちゃんありがとうあ高橋さんそうだニコ持ちの方はニコ持ちであやしさん3000人超えおめでとうてありがとうあ沈黙した恋人好きでします社長さん好き好き アイリちゃん、ファンになった、ありがとう、ありがとう、ファンになってください、ありがとうございます、欅坂さんは、うん、ズーミンさんとか、ベリカさんとかが好きです、ピチュさん、ギフトたくさんありがとうございます、ドンちゃん、おめでとうって、ありがとう、hiro さん、そうだね、愛媛出身、ミータンもいて嬉しいです、嬉しい。ねえ、みやさん、ゆきまかがさん、ウイスさん。 ルグさん高橋さんありがとうおめでとうってありがとうございますヤシさんもおめでとうってありがとうシオンくん下総さんもありがとうございますティーくんわかった半から来てくれたんでいいよね寒さもなったからこんなたくさん来てくれて嬉しいですありがとうございます影のリーダーってなんか怖いなおしのさんもありがとうこんばんはフルー来てくれてありがとうペンギンさんもパチパチってありがとうございますラスタイムさんもありがとうね賑にぎわってるねうれしいね アイーナさんもアイーナちゃんってアイーナちゃんって呼ぶねしびれたしびれてくれてありがとうアイリーちゃんもファンになってくれてありがとうボールさんも誰もありがとうございますフグさんもありがとうお,おだおださんもありがとう噛みつかれたいム威嚇されたい怖いよ 噛みつきますから本当にうににさん押してねお願いしますちびって認めるだってどうしようもないんだもんどうしようもないんだもん <laughs> 七瀬さんはじめましてよろしくお願いします来てくれてありがとうございますユニットでは、うん、威嚇担当じゃない威嚇、うん、みんなを威嚇で守ります <laughs> 目と鼻が好き若ちゃんありがとうそうな鼻好きって言ってくれる方嬉しくていや嬉しくて多くて, <laughs> 多くて嬉しいです 名前呼んでアイリーアイリちゃんアイリちゃんシゃッシャとこそうだねちびって自分で言うたれかんよな自分で言うたれかんよな新潟から下蔵さん新潟からありがとうございますありがとう孝太郎さんもはじめまして来てくれてありがとうございますあす姫もまた来てくれてありがとうありがとうりおちゃんもありがとう若菜なちゃんもでも延長するかもしれないからちょくちょくで見こう交互に見てくれたら嬉しい イメージカラーはねないね決まってないあるのかな誠心さん良かったねってありがとうございますありがとう <laughs> ポンドさん様々だった若菜ちゃんのディオちゃん好きあそうなのありがとう嬉しいどちらもの応援よろしくお願いします今日ね配信時間かぶっちゃってるんだけどどっちも交互に見てくれたら一番嬉しいかな嬉しいですあ吉崎さんの CM 見て見,見る見る愛媛だから私そうそう 学校嫌だよね学校憂鬱な日私もある学校好きだけどうんそうそうそうおとなしくないよおとなしくねえよ釣られたありがとうさとしくん釣られてくれてありがとうよしさんそっか愛媛からだよね愛媛から近いとこからね応援よろしくお願いします威嚇ほんまに可愛いかほんまに可愛い高橋さん全然ねコメント全部読みたいんやけどね まんようさんファンになりましたってありがとうございますこれからもよろしくお願いしますありがとうございますペンギンさんもありがとう愛理ちゃん愛理ちゃん威嚇担当か,かわいいかな怖いって言われんけど怖いだよね怖い猫スライムさんもこんばんは来てくれてありがとうございます真島ちゃんとこ行っちゃうのどっちも来てほしいどっちも来てほしい、まあ、また威嚇すんの <laughs> <laughs> ね、コメント流れがね早くて嬉しいですありがとうございますありがとうねちゃんねたくさんのねコメントたくさんで嬉しいです威嚇で守れるかな守れないかな D4 <laughs> 推しの名前をね改めてあの考えようと思ってるんだけど私はえっとあさやさんそうです最近流行りなのかなラストアイドルのファミリーのサムデイサムウェアっていうグループのものですそうかわいい威嚇担当でいきたいね 往復さん推薦コメントありがとう花の穴が好きってどうなんやねん <laughs> えっとね24半の名前は以前まではリオペンってつけてたんですよでなぜかというと私が韓国語が得意なんです特技なんですけどで韓国語でファンをペンっていうんですよペンってだからリオペンってつけてたんやけど新しく付けた方がいいかなって思ったら新しくつけようかなって思いますなんか他にもいいの見つかりそうな気がするので 自分のキャラに合った。なんかいいものがなんかみんないいのあるかな。みんなの意見も聞きたい。水色っぽい白っぽい。嬉しい。どっちも嬉しい。どっちも嬉しい。万葉さんでいいのかな？名前呼び方合ってるかな？う、え、ん、ー。ふーちゃん、明日何色のペンライトええー？ペンライト持ってきてくれるの？本当にありがとう。めちゃくちゃ嬉しい。そんなの初めてです。私私本当に今回がアイドル。 やあの初めて夢が叶って初めてなのでなんかサイリウムとかね本当に握手会とかもなんか本当に初めてなんですすごいありがとうございます何色が何色持ってるんですか逆に何色持ってるのみんなサイリウムえサイリウム嬉しいでも前配信で言ったのは黄色とかが嬉しいかなって言ったけど別にどうだろう私のイメージでも私のイメージ水色とか白だと思ったらそれでも嬉しいしなんか何でもいいよ何でもいいよ 相さんリオちゃんの話し方好きってありがとううるさいのにありがとうイメージカラーオレンジなんだオレンジなのかなこたつでよく寝る私ナオコさんも24って呼んでくれてありがとうね閲覧数増えてうれしいあさとし君は明日行けないんだ本当の名前なおなのなおなおなおちゃんかななおくんかなどっちだろう神楽さんもかわいいってありがとうございます水色なんだ水色のイメージなんだじゃあ水色かな水色か ヒーローとかかなうんご飯食べてくるスターさんいってらっしゃいかわいすぎてしんのいってありがとうすみれさんナギーさん応援しとるよってありがとうございますおうたろうさんもこっちにも来てくれてありがとうありがとう怖いやだ怖いやだよねえ日たタワレコにてねあくしかい郁恵さん推薦コメント書いたってありがとうありがとう立山さん医学担当そうですね天の声の人ちゃうわ天の声の人ちゃうわ <laughs> 普通に笑ってしまった。めっちゃ面白かった。リオペン可愛い,い？本当？リオペン可愛い,いですか？おリオペンでいいの？あリオペンにするじゃん。オッケー。じゃリオペンにしよっか。縛られた。<laughs> やだ。リオペンにするんじゃん。リオペンでいい人。何色でもあるってお店かよ。え何色がいいかな。私のサイリウムの色何が何色がいいと思うみんな。 何色色がいいかな黄色好き私は黄色か白か水色がいいです。黄色か白かか水色かなって感じ。いやなんで黒やねん <laughs> あ白ね白も言うね水色だったらかぶらないかなどうなんだろうでもピンクは何か他のメンバーの方が似合うと思うからゆかりんさん可愛いってありがとうありがとうございます。ありがとう。 話し続けるってすごいよねってごめんね本当こんな人いないと思ういつまでも喋ってる人ってじゃあディオペンにします皆さん私のを応援してくださる皆さんのお名前はディオペンでにしますで由来は韓国語でファンがペンって意味なので,で私が韓国語が特技ということではいディオペンペンペンしてください皆さんアットマークで後ろにつけてくれたら嬉しいですよろしくお願いしますありがとう 投投票票しててみみよよううかかなこれ投票機能使ってみようか私のでもこういう色ってね決めていいのか分かんないからさまざまな他のことはか考えた方がいいかもしれないね確かにこういうのはえー、何色がいいんだろうでも私的になんか真島、ま、ちゃんとかも水色のイメージかなって感じするからえー、なんかイメージカラーとかって決めた方がいいのかなでも私は水色か白か黄色でがいいかなって思います でお願いいしたいです初めて見た時のオーラが水色なんだウィッシュさんそうなんだ水色かなえどうなんだろうわかんない私どっかなどうかな一発しばいて嬉しいですか本当に嬉しいペンペンしばかりじゃないこのペンギンみたいな意味でそうバカナちゃんの方が水色っぽい気がするんですよどう,どう思いますみんな だから若菜ちゃんの方が水色かなって気がするので白か黄色かな私はねえ水色似合いそうだよね腹黒色ってなんだよろのさんみかん色もいいかもみかん色もいいよねそうこれこっから何色にもなれるからそうだね水色あ若菜ちゃんも白っぽいよねえー、どうしようどっちだろうなどっちだろうな何がいいかな若菜ちゃん白か白か え、アンケートとりあえずで取ってみようかとりあえずファンあのー、みんなとも相談するけどえっとメンバーのみんなともえっとじゃあ待ってアンケート使ってみるねわかりやすいようにちょっとスマートフォンの方に書いてやる1が何色にしようかな1が水色これは何な,な,な,なのかなイメージカラーサイリウムのカラーイメージカラー兼サイリウムのカラーかな なんかこ,うこういうの勝手に決めていいのかわかんないけどと,とりあえずでやってみようか水色と黄色と白でいいかなイメージカラーとサイリウムカラーってことで大丈夫バイザーさん推しカラーそうだねあ佐々木加納さんもまた来てくれてありがとうじゃあとりあえずこの3つで投票してみようかじゃあ投票機能初の使ってみますえっ、ー、と3つで。 3つ開始えっ、ー、とはいと1が水色で2が黄色で3が白ですみんなが思う私の、まあ、イメージカラーというかサイリウムカラー的なものまあこれで確定はしないんですけど一応参考までにって感じで他のメンバーのみんなともあの相談してしようと思うのではい あ、確かに黄色はひめりっぽいかもしれない白かな水色か白かなえっと1が水色2が黄色3が白です1がき1が水色ごめんなさい1が水色2が黄色3が白どうかなどうかな高橋さんえっとね星を押すボタンが投票のボタンになった気がするから そうそうそう,そうあ他のグループのことかぶっちゃダメなのかなどうなんだろうねひめりめっちゃ黄色だよね白かな私どうだろうね分かんないな白な気がするあでも真島ちゃんの方が白っぽいかなどうなんだろうねあレイヤは赤っぽいあレイヤ赤だわーレイヤ赤だわーねえなんかさきちゃんはもう絶対ピンクって感じがするマイロンはマイロンは マヒロンってなんか暖かいイメージだからオレンジって気もするえっとね1が水色で2が黄色で3が白です1が水色で2が黄色で3が白ですあマヒロンも黄色っぽいね確かにでもヒメリも黄色っぽいかもなんかマヒロンって名前だからかなまだ着てるから締め切りもうちょい間とっかもうちょい間とっかな あ、ちゃん青かてかサイリウムの色ってほか何色があるんかなそろそろ締め切った方がいいじゃあそそろそろ締め切ろうかなでは締め切りますごめんなさい締め切るよはい終了あ水色が結構圧倒的だね水色水色が多かった え、どうなんだろうどうなのかな紫紫はちょっとなあね6人いると大変だよね圧倒的水色だね水色か白がいいかなって感じする私はまあとりあえず、まあ、みんなの意見は聞けたのであとはちょっとメンバーのみんなで相談してみるそ,そうだね明日明日はどうしようか明日水色か白を振ってください皆さん水色か白を振ってくれたら 嬉ししいいです。お願いします。お願まちょっとまだ今日中には決まりそうにないから明日メンバーのみんなと会って話し合おうかなって思いますそうだね明日決まったらだから明日そうだね握手会終わった後だと明後日とかになるかもしれないけど明後日とかにもし決まったらあのツイートするね腹黒じゃない精神さんとりあえず水色かっこかり、まあ、白水色兼白みたいな感じで。 水色と白どっちもとりあえずで持ってきてくれたら嬉しいですえ私の名前書いてくれたら嬉しい相沢ちゃんお願いします喧嘩しないよ喧嘩しない水色と白でとりあえずちょっとわかんないからねそうそうそう茂林明日来てほしいな黄色が一番多かったんあそれボールの色じゃないかな多分ボールの色かなじゃコ書いて連れてくるってどういうことや水色と白の両方あ じゃあどっちも振ってください。明日はどっちもとりあえず。ちょっとまだ決まってないから、明日はどっちもでお願いします。どっちも持ってるかなね平日は学生には辛いよね。確かに。そうだよね。生茶さん、明日行けないけど。頑張るね。ありがとうございます。ありがとう。え <laughs>、薄い水色とかあるのかなふーちゃん、はーいってありがとう。どっちも持ってる方はね、どっち、ってかもう、あるやつ持ってきてみんな。なんでもええよ、もう。なんでもええから。 あ、うちわとかあったら嬉しいなうちとか作ってくれませんか何か <laughs> ずうずうしくてごめんなさいなんかこういうの初めてだから緊張してるからなんかうちわとかあったら嬉しいなぎんさん頑張るありがとう高橋さん学校か頑張ってねつなさんもありがとうございますありがとうりおちゃん作って作ってほしい作ってほしいありがとうございます におちゃんの家は作りたい、本当作ってほしい、作ってほしい。ありがとう。にお、好きすぎ。ありがとう、ゆうすけさん。嬉しい。ありがとうございます。社会人もつらいか。そっか、そうなんだね。4000人行くかな ?4000 人行ってほしい。4000人行ってほしいです。ナッツさん、めちゃめちゃ可愛いよ <laughs> なって、ありがとう。照れる。ありがとうございます。嬉しい。次はアマデン作っててね。あー、しみれちゃん、そっか来れないもんね。来れないからね。そうだよね。 福岡行きたいです福岡行きたい福岡行きたいですりょうたくんうちを作ってくれるレスつ作ってくれる作ってくださいお願いします顔パネルどういうこと <laughs> えどういうこと顔パネルってどういうことグロニナちゃんもう何でもいいよ何でもいいよ <laughs> 何でもいいけどあいみんがリオ好きだよって言ってたえー、もう私も大好きもうやだ私も大好きですあ今あなんで私 あ今だ,っだったり、なんたらかんたらもういろいろプニタンズでもあるし、いつか学校休んでも行ってやるって、絵文字がかわいいな。高橋さん、ありがとう。のんさん、お仕事か白宇さん、平日だもんね。行けないよね。コトリンさんもう残念です。寄せに行きたいな。寄席に行きたい。え写真、私も撮りたい。私も撮りたいです。ね、ちぃぃちぃちさん、はじめまして。こんばんは。来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。 えっと、ひなほちゃんがね、あのツイッターでねそう、拡散してくれてたんですよ。そう、スインプラネット愛媛のみんなが拡散してくれてました。都会に住みたいってわかるわかる。でも、田舎もいいんだけどね。うん、田舎もいいけどね。明日楽しみますね。裏話何がいいどういう話が聞きたいですかね。どういう話がいいかな。ババッチさん、さすがはテレ東並少女とか、恥ずかしいけど、なんか。 福助さん、大学終わったらそこを駆けつけます。ありがとうお待ちしてます。ありがとうございます。マイオンさん、ポニーテールね、明日の髪型に、ね、決まってない。トゥーサヤちゃん、ミーヨン大好き,ミーヨン大好きリーヨンじゃなくて <laughs> いいよ、ミーヨンさん、私も好き。ミーヨンさん、私も好き。あ四4000人超えた。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。しゃべりすぎて、めっちゃ噛む。<laughs> ルグさんも花束ありがとうございますあツインってねツインってもいいよねツインってもいいよねさえぴょんさんはじめましておあゆみちゃん推しですか来てみましたで来てくれてありがとうございますサムネーサムウェアの清原りおと言いますあのなんかあゆみちゃんみたいな落ち着きはないんですけどもうべらべら喋ってる感じなんですけどみんなのこと笑顔できるように頑張るので応援してくれたら嬉しいです来てくれてありがとうございます ゆうすけさん今まであやちゃん欲しかったけどィオにお支援したえありがとうそんなありがたいです後悔させないようにもうこれからめっちゃ頑張るありがとうななちゃんもはじめまして来てくれてありがとうございますたかひろさんみやちゃん妖精におめでとうってありがとうありがとうございますうえちゃん神様ィオベンツつけてくれてるねいつか来てくれてるの来てくれるの待ってるからね猫ひいきさんいっしーさんもおめでとうってありがとう ありがとうございます。高橋さんもめでとうってありがとうございます。マナティさん、チョコは連れていけない。チョコは連れていけない。そうそう。そ <laughs> うなんだよ。真面目で働いてたのすごい。エイメスみたい、住んでほしい。エイすスごいいいとこだから。エイに住んでる。エイスに住んでるよ。あ、デコ出し今度するね。デコ出し配信。いつしよっかな。 なかちゃんさんもはじめまして挨拶ありがとうございますサムデイサムウェアの清原理央です来てくれてありがとうございますねっでこだし D をねしたいしたい4000人のねすごいありがとうキリがいい時間に終わりたいねどうしようかこの際5000人行きたいな次が9時からだから8時までしよっかこの配信長いかな あ缶バッチ買ってくれますかみんな、缶バッチ買ってくださいね、明日、サムサムの。私も欲しいな。ファミリーで全国行きたいです、全国。何人にかみついたか数え切れないです、そんなの。<laughs> 前回前の2回はアク会行けたけど、今回あーそうなんだ、育児さん、残念。次、お待ちしてますね。ゆうもさん、上手だねって、ありがとうございます。これから頑張ります。みヨもさん、いないよ、いないよ。 なんか裏話聞きたいって言ってたね。どんな話聞きたいかなどんな話聞きたいですかねメンバーの話がいいかなやっぱり。な、なんだろうな、何話そっか。私もそうだね。そういう話しようとは思ってたんだけど。ね初回からこんなに来てくれて嬉しい。トゥーサイちゃん、リーンなのね。リーン好きって言ってくれたの。ありがとう。ありがとう。答えてあげリーン。ああ、前の質問タイムみたいなやつね。やりたい。え、メンバーの癖とか。 口癖これ言っちゃっていいのかなレイヤはレイヤはナマラ <laughs> これは絶対あのレイヤの配信あったら言ってみてください。ナマラが口癖なんでしょって <laughs> あ,のあの子北海道やから「なまら」っていう方言めっちゃ使うんですよあとは標準語なんやけど「なまら」だけすっごい使うあの子あとね癖は分かんないな 不正というかメンバーの性格だったら分かる大体は分かってきたけど雪枕さんおめでとうってありがとう T 君配信込んでくれたら嬉しいあまあまあ対応できてるかなできてたらいいんやけどそう愛媛に住んでる今友達にもおすすめといてお願いしますクロリナさんそうだね撮影会したい撮影会したいねな <laughs> 何でやねんなん <laughs> でやねんサムサム初カメハメハ そうエア握手してって言ったらこうなっちゃうんですよな,なんでなんだろうな違うのかなこれ <laughs> おしんやくんおかえりありがとうあすっぴん配信またするねじゃあ明日缶バッジがあるのあディオちゃんも用事あっておくなったありがとうよかった来てくれてありがとうございますそう缶バッジがあるから東京じゃないよ今東京じゃないよリオペンひらがなリオペンはひらがなだよみんなひらがなで書いてね お、のんさんつけてくれた。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。わかのちゃんと仲良しだよ。仲良しだよ。戦ったときえっと、えっと、みどりちゃんと戦ったときかなえ、緊張した。めっちゃ怖かったです。あのときすごい怖かった。メンバーのこと聞きたいですよね。タイプ C 予約した。ありがとう。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。 対決終わりのカメ止まった後の雰囲気いやあれ止まるのかなわかんない常にあの緊迫した雰囲気だからそうだねそうなまらそうなまらなんですよ北海道のまらお母さん基本家の中で走ってるよそうなんですよお母さん無駄なとこですっごい走るからそうやたらなまらって使うあやたらって使わないかなやたらは私の方言かなまらそうなまらってメンバーの初対面の印象えーっとねあのね れいやとひめりはその時本当に初めましてだったんですよもうあの知らなかったというかそ何て言ったらいいんかな会ったことがなかったのでちゃ,ちゃんと会ったことはなかったからえめっちゃ可愛いイコールと思ってなんか <laughs> あ,あとなんか私何でか分かんないけどグループの中で一番年下だと思ってたんですよ私だからなんか。 年自分より年下の子がい,いることにびっくりしたであとなんか美咲ちゃんと真島ちゃんとろんはやっぱりなんかテレビで見てた方だからなんか一緒にやっていくって嘘みたいだなみたいな感じがしましたねえレイヤーとのプリレイヤー乗せてたのえ,え知らない知らない <laughs> それレイヤーとプリ撮ったのあ私も乗せよう私も乗せるね 載せてたのかな？あ。あゆみちゃんの配信終わったんだ。ゆみちゃん来てくれてありがとう。ありがとうございます。あ、あいたん来てくれてありがとうございます。ありがとう。あゆみちゃんのとこから来てくれたんかなえ。待ってあいたんって愛っていう名前の子が他にもいるから。私んとこ来てくれたこと。 ある子かなある子かな来てくれてありがとうございます。ありがとう。やよいちゃんはじめましてかなありがとうございます。はじめまして、清原梨オです。来てくれてありがとうございます。えへリオポーズリオポーズこれじゃない <laughs> これかなって感じ。慎太郎さん、あゆみちゃん今終わったって来てくれてありがとうございます。お米さん、今来ましたって来てくれてありがとう。梨オの顔大好き。ありがとうございます。兄さん、しばかないよ。しばかないしばかない。 振付は大変だった、ね、結構なんかバレエみたいな動きが多いからちょっと難しかった関西弁とイオ弁のミックスみたいな感じ私は <laughs> そんな感じおディオンってあじジュンジュンってなってるありがとうジュンさんジュンジュンにしてくれてありがとうピチュさんもバラありがとうございますミータンとのバトル勝ったと思ってない思ってないメンバーがミャンマー <laughs> どういうことだよメンバーで魅力的なのはなんか 一人一人それぞれの魅力があるからちょっと選べないかな愛梨ちゃんキャッチフレーズはうん、威嚇チワワ。<laughs> 威嚇チワワみたいな感じ。保存したな、何をだろうありがとう。ありがとう。わかんないけど。えー、サトシ君、あのな、難しいな。男の子だよね。えー、考えとくね。ゆイなんちゃんもはじめまして。アイミちゃんのファンの方だ。ありがとうございます。来てくれて。サムデイサムウェアの清原梨オといいます。来てくれてありがとうございます。 萌ちゃんありがとう来てくれてまたあとで配信する生茶さん21時から配信しますこの配信20時までするねで夜ご飯食べてくるね食べてくるとか家で食べるねあやはなちゃんも可愛いってありがとうやせさんもおかえりおかえりあの応援してくださる方名前の後ろにひらがなで「リオペン」ってつけてくれたら嬉しいですと私が特技が韓国語なんですけど ファンが韓国語で、えっと、ペンっていうのでディオペンっていうお名前がね前からあったのでそういうことにしました美少女路線に、ね、行けないのにだって私美少女ではないからさ本当にそう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 え大事なコメするごめんなさい全部読んでるつもりなんですけどごめんなさいごめんねみんなちゃんとみんなの平等に読めるようにするねごめんなさい アイリーちゃんもありがとう来ててくれてキャッチフレーズねちゃんとは決まってないひろきさんもはじめまして来てくれてありがとうございます友達が完全にりおちゃん欲しい本当ですかすだまさん嬉しいその子に会いたいありがとうございますねえサムサムの振り付け良かったよね本当にサムサムでアゲアゲのとこ放送で見なかった見れなかったの見れなかったのかなそっかそっかそう,かそうサムデーサムウェア言ってたら慣れてくるかな 最初全然うまく言えなかった。ね、アイ,アイミーのファンの方,の方来てくれてありがとうございます。4500人、すごい。ありがとう、みんな。Twitter のプロフィールオペン。本ほんとありがとう。ありがとうございます。ピチュさん、いいね。ありがとうございます。泉さん、お仕事お疲れ様。ありがとう。また来てね。ありがとう。萌えちゃん、テスト勉強か。頑張って。頑張ってね。ポニーテールね。また、またするね、ポニーテール。 ななぷーさんはじめましてりーヨンんって呼んでくれてありがとうはじめまして清原りおと言います生きてくれてありがとうございますそんなことないななん、なんだろうなんだろう腹黒土線ではいけないいかないいかないじンさんりおちゃんかわいいってありがとうお茶ありがとうちょっと喉乾いてきちゃった <laughs> コメント多いから大丈夫ごめんねごめんね気になったものでごめんなさいみんなの読んでるつもりがちょっと飛んでちゃ飛んじゃってたみたいです たこやっきさんはじめまして来てくれてありがとうございますあかねちゃんもリオペンひびっきーもリオペンつけてくれてありがとうかなったさんいつかえ広島行きたいです広島ね県外の中で東京と同じ東京と広島が一番行ってるかもしれない県外の中で謝らなくていいありがとうありがとうなおであだ名うーん男の子女の子 それにもやるかももうすぐ5000人だね嬉しいじンんさんもつけてくれたしんちゃんもありがとうありがとうございます椅子のないバージョンねどんな感じなんだろう髪みつきチュアンを描いたのありがとうユうスケさんかわいすぎってありがとうございますありがとうねえ少も一日に何回も見てごめん、ね、も常に配信してるみたいな感じだからサタールさんリオペに書いたありがとうありがとうございます 1> 1時間の制限なないとと思ううよ謝らなくて大丈夫ありがとうでも私本当に伝わってないかもしれないけど今ここまで来れたのはみあの今まで応援してくださった方のおかげやし今こうやってね楽しく配信できてるのも新しくファンになってくださった方のおかげなので皆さんのおかげなので本当になんか新しい方とか前の方とか関係なくみんな大事にしていきたいとは思ってるので気持ちは伝わってたら 嬉しいですうまく伝えれなくてごめんなさい岡山にも行きたい岡山にも行きたいねコメント流れてるかなやっぱりごめんね本当にごめんなさいリオおしめにしてくださいてうさやちゃんありがとうお願いしますひめりリオお姉ちゃんたまに言うけど基本リオちゃんとかリオディオあリディオディオとか結構言うかもうんそう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 なんだよおほしちゃんも来てくれてありがとうごめんね全然読めなくて ありがとうございますもうちょい全部読めるように頑張るね3月なあ、3月もあるんだったかなごめんなさい全然把握できてないや全然把握できてないタイプ C 予約したありがとうゆうきくんなは女、えー、な名ーんなえっとななおうんなおちーとか可愛くないなおちーとかどうですかなおちーそうそう噛みついてなんだよーああっ <laughs> ごめんなさいうまくできなかった <laughs> みんながなんかいい子だからなんか <laughs> 何も何もできなかった 1>, 1時間制限ないよねよかったよかったリオの気持ち伝わってたら嬉しいけどもっと応援するってありがとう永媛の美少女はちょっとハードル高いな愛媛のチワーぐらいやったら <laughs> コメント何回もひ送ってくれてありがとう全然だよありがとうガタガタさん気持ち伝わってるよかったよかったもっとみんな伝えれるように頑張る中ちゃんもありがとうございますいびっきーもありがとうよしたくさん私も会いたいですありがとうありがとうございます ゆうすけさんそうだねみんながこんなにくれて嬉しいです福さんもありがとう優しいありがとうございますいやまだまだ立派じゃないからねこれから頑張っていきますえっ、ー、とレイさんはじめましてコーラ好きだよコーラ大好きですコーラ大好きなんですよく飲んじゃうおよれいふさんお久しぶりです新しくなりました前のアカウントをねやむを得ず消さなきゃいけなくって あの消すことになったんですけどまた新しいアカウントで頑張っていくので応援よろしくお願いします目疲れないよななみちゃんなみみちゃんだったごめんね間違えちゃった全然無理してないからねありがとう本当にいや努力家じゃないよ本当にこんぐらいじゃ努力家じゃないと思うからもっと頑張るねお米さん紹介文つけた本当ありがとう嬉しいありがとうございますそうだよね長くなっちゃうもんね ひでかんでごめんねこっちなんか新しいやつだよキーマくんこっちでも来てくれてありがとうああいこちゃんニオペン好きでくれたありがとう <laughs> 威嚇しながらおってやりにくいねになりんごさんこれだけのコメントあったら全部読めません理解してあげましょうってありがとうございます全部は読めないんだけどみんなのこと平等に読めるように頑張るねありがとうえさちょこ噛みついてるよ控えめじゃねえよ控えめじゃねえよ 愛媛のちわぐらいだったらまだねいけるかなっておじさん応援しなって誰かと普段の威嚇はガチで怖いと思う <laughs> 本当に <laughs> あリりおちゃんりおペンってつけてくれたありがとうありがとうございますあしんやくんえしんやっちとか普通すぎかなしんでもしんしんしか出てこないなんでなんだろうしんやだと何かなんだろうなんだろうあ福さん花束ありがとう結きくん頑張るね のんちゃん2枚もありがとうございますありがとう目でめっちゃ頑張って追ってはいるんだけどねなんかどうしてそんな可愛いいりちさんそんなことないよそんなことないよ篠崎さんリオ好きってありがとうございますありがとうアイスクリームさんもはじめまして来てくれてありがとうございますこれからも応援してくれたら嬉しいですえっとキムキムさん6人組です6人組ラーメンあんま好きじゃないんですラーメンあんま好きじゃないの レスキさん放送見ましたってありがとうゆでふさん事務所はこのままだよ姉、ね、ちゃんそんなことない冷たくてごめんなさい逆にジャモカコーヒー飲んなことないそうツイッターはやっぱリップ編ダメっぽいねうんリップ編したいけど生茶さんレモンおろだってありがとうございますありがとうありがとうございますさままになる前はえっと今年の6月に初めて愛媛県の事務所ね あの所属しましまたそれまでは何もしたことなかった篠崎さんありがとうまた来てくれてあ,あと200人だあと200人ごめんさん新しくなっても頑張りますありがとうございますしばきたいけど米をもう必死になりすぎてそうそうごめんねでもみんながいい子すぎてなんかしばっけないしばっけないえっ女の子だったのキーマちゃんごめんねごめんなさいめっちゃ失礼なことしちゃったごめんねキーマちゃんキーマちゃん ひーまちゃんと呼ぶね。か、かりかわさんも頑張ります。ありがとう。つんねえじゃねえよ。つんねじゃねえよ。<laughs> マルチさんも、えっと、バラありがとうございます。コバヒロさん、えっと、グッドティアーズさんが一つ目のセカンドユニットですね。そうそうそう。どでしてそんなかわいのって。全然だよ。全然だよ。レッスンも頑張るマルカットさん。ありがとう。今までも応援してくださってありがとう。 あ、とみちじさんもまた来てくれて、ハートもありがとうございます。ゆりさん、はじめまして。サムデイサムウェアの清原りオです。来てくれてありがとうございます。マナティさんもリオペンつけてくれた。嬉しい。ありがとう。コーヒーさんもまた来てくれてありがとうございます。今日からこのアカウントになるのでね、よろしくお願いします。ケイイチローさんもまた来てくれてありがとう。サトシね。サト、ちん、チン。あちょっとごめんなさい。違う。とみちじさん、ここではしょね。 あわしはね、確かにわしを出すタイミングがなかったけど、私結構第一印象、な、な、なんて言うっけ、あれあれ、自分のこと、自分のことわしっていうことが多いの。そうそうそう、そうなんですよ。<laughs> ありがとう、みんな。リオン大好き、響き、ありがとうございます。ありがとうございます。大江さん、平等、平等にしてるつもりなんですけど、できてないかな、ごめんね。5、5000人いきそうだね、頑張るね。 <laughs> 頑張るというかね5000人行きたいですリップ全部ね見てるつもりなんだけどなんか結構前のだと消えちゃったりしてるんだよね最近のはちょくちょく見てるよ読んでくれてる読んでくれてる読んでる読んでる読んでるよあジャムカコーヒー31のか食べたことあるっけ私ないかもしれないおレアルさんまた来てくれてありがとうございます様々の前アツでしたどういうこと <laughs> どういうこと愛媛 <laughs> にもアイドルいるよそうそう鶴 えつできねえよわかんないわかんないもうおいみたいなわかんないするってどうしたらいいんだろうねどうしたらいいんだろうね郁恵さんもバラありがとうございますありがとうつんかみってない最悪やんつんかみってない,いや私の声枯れてるから申し訳ない枯れててごめんねかなたさんって萌乃ちゃんかな同い年なんだ同い年なんだよね同じ学校だったらよかったね本当に同い年の子多くて嬉しい 明日シワケアしないよさすがにシビアシワケアしないシワケアしないエモンさんも初めましておお明日お待ちしてますありがとうございますあと50人あと50人明かりさんすっごく大好きですありがとうございますありがとうございます嬉しいサトチンどうかなどうかな土見さんも花束ありがとう千里さんも頑張るねありがとうございますありがとう え、りおちゃんはりおちゃんだよ。りおちゃんはりおちゃんで、ね、なんだかんだで好きだから、その感じが <laughs>。呼ぶのが変な感じするけど。しんごさんもはじめまして。来てくれてありがとうございます。来てくれてありがとうございます。なんかコメント読もうとしたら、なんかね、いつも調子がで出てなくてごめんね。なんか、ありがとうございます。そう、サムネーサムネアのね、清原りおですっていうのをなれなきゃいけないね。そう、わしっていうんよわし、いやでもわしはなんちゃらいけんねみたいな感じで <laughs>。そう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 。 そうなんですよ。タイプ c も購入予定ありがとうございます。5000人お5000人いた。ありがとう。5000人来ましたね。気にしちゃうんです。ごめんなさい。色々気にしちゃってごめんなさい。大丈夫かな？ごめんね。喋らしすぎてごめんね。ってこっちこそめっちゃ喋ってごめんなさい。喉 <laughs> 無理してないよ。大丈夫。大丈夫？5000人いたね。スクショタイムするスクショタイムスクショタイムしてってあったよね。さっき。 ジャスティスはやらないよなんかお人様のネタやっていいか分からないからちょっとそうそうそううちさんの声好きまさひろさんもまた来てくれてありがとうあのルーム新しくなったんですけど以前から応援してくださってた方もあのえっ、ー、と来てくれてありがとうございますほりぶさんさっき読んだよそれあのねひなわちゃんがそうツインプラネット愛媛ツインプラネットの愛媛の皆さんがねそうそう拡散 しててくれてるのので皆ささんんごめんなさいあのー、コメントん読んでく読んでねえじゃんって思われてる方いらっしゃるかもしれないですけどごめんなさい時差で一応ね読んではいるつもりなんですけど埋めてなかったらごめんね5000人ありがとうみんなもかちさんもまた来てくれてありがとう今来たってありがとうなんかあれしよっかあのだけスクイズタイムしよっかねすみれちゃんもおめでとうってありがとうヨンさんもおお怒られに行きます誰かと。 なんかやらかしちゃったのかな。ゆうすけさんもいいねありがとうございます。ありがとうございます。そう Y って言ってもんよなあば Y もあるかもしれない。うん。タイプ C 買ってくれたら嬉しい。カメハメハする？カメハメハ。<laughs> パーいや握手ってこうの方がいいってことか。わかんないよ。わ <laughs> かんねえよ。今日はこれがこの握手が8時までで次が9時までね。 そうちゃんとお水飲んどくね喋りすぎちゃった <laughs> スクショタイムダブルピースダブルピースで <laughs> みんなありがとうごめんねちゃんと期待に応えれなくてごめんなさいありがとうカメハメハーからの顔 <laughs> なんか顔が困ってるね<笑><笑> コナタんさんもはじめまして来てくれてありがとうございます。えーと、赤赤赤石さんかな赤カ、赤石さん関石さんはじめまして来てくれてありがとうございます。なんて読むのかなありがとうございます。まマ、ッサージさんも来てくれてありがとうございます。私のペースで頑張るね。ごめんね。うまくできなくて。気にしないでってありがとう。優しい。ありがとう。すぐじゃ、半面あげないでよ。半面あげちゃダメだよ。 本当にありがとうございます。猫ひ平きさん気にしないでってありがとう。一番のキメ顔ごめんなさい恥ずかしくなっちゃった。<laughs> 恥ずかしくなっちゃった。でもドヤ顔は得意なんで。両面ウィンクか目つぶってたらちゃんとできてるか不安だから。なぜなぜポーズえ、あ、みんなをみんな,のかな <laughs> みんなのことをこ,こんな感じ いや分かんないできてるかなできてるかなサムサムポーズサムサムポーズサムサムポーズみんなもしてくださいねみんなもしてねみんなもしてくださいこれてまーやろありがとうちょっとなんか、うん、赤石さん分かった赤石さん覚えたお覚,え覚える赤石さんてっちゃんはじめまして来てくれてありがとうございますまゆおさんも可愛すぎってありがとうございます明日声出なかったのはまずいからね ババッさん大丈夫ふうちゃんうまくできてる。ごめんね、ありがとう。うさぎポーズ。あっ、見切れちゃう。う見切れちゃう <laughs> こ,こんな感じかなこんな感じいい感じ。また次のアクでもあのやるね。えっ、ー、とな、なんだっけ。えっ、ー、となス、スクジュタイム、スクジュタイム、次のアクでもやるからね。うん 全部読みたいのになんか私ごときが全部読めないなんて申し訳ないですもうすいませんひろきさんはじめましてお明日お待ちしてますありがとうございますありがとうございますキャンさん昨日見たありがとうございます嬉しいありがとうございます画面のカメラごめんなさいちょっと見えにくかったかな私はこれでのポーズってどんなやつどんんななややつつあ,あゆしさんひらがなになってる 私はこここここれれれでののととね。これのことね。ごめんねコメント読もうとしたら顔隠れちゃってたねえのど飴欲しいのど飴欲しい切り替え早すぎて取れないごめんねなんかもう一回してほしいのあるかなごめんね次の配信も来てほしいこんかったら許さんけんな <laughs> 急に噛み付いてごめんね21時から また21時から1時間配信するのでこんかったらほんまに噛みつくからまあ来ても噛みつくけど慎 <laughs> 太郎さん毎日やろうと思う毎日やろうと思うよ毎日したいです次の配信もこのままかもしれない耳バタバタ,バタ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 バ <laughs> タごめんなさい可愛いから時間ないちょってそんなことないよありがとうありがとうございます5000人超え初めて見たんだ嬉しいですありがとうございます しばいたからずれたんだごめんねみんなごめんねごめんね <laughs> ちょっとしばきすぎたんかなブンブンポーズってなんだろう自宅でやってますそう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 みんな来てね次21時からの配信もみんな来てねゆうさんゆうちゃんかなあだ名考えてほしいうーんゆうゆうゆうとかゆうーん 逆にしてウユとかあのウユって韓国語でミルクって意味なんですよウユとかどうかなウユちゃんって可愛いかなって思うんだけどあウユちゃんも同じ似てるねウユもウユちゃんも来てねポニテかポニテできたらしようかなじゃあそう芝刈れるね芝くね噛みつかれに行くわ待って待ってるから来てないみんな明日悪事会終わらせていただいてます苦労さん来てくれたら嬉しいです 今日もう一回配信ある。次21時からです。よろしくお願いします。しんちゃんも来てね。ありがとう。小田さんもき来てね。ありがとうございます。ダダンガダンさんもはじめまして。ありがとう。カメラ目線。<laughs> カメラ目線で。ありがとうございます。皆さん。ありがとうございます。わがなちゃんに上着しないで。上着しないで。ひろろ、そのよく可愛い。ありがとう。私も気に入ってる。 クロリナちゃんもディオペンしてくれてありがとう。リオちゃんも来てね。フグさんもありがとう。こちらこそ。細谷さん、さらんよー。さらんよー。ありがとうございます。走っそよ。なんでやねん。ゆていちさんは初めまして。来てくれてありがとう。あ、ショもまた来てね。このルームになってからも、来てくれて来てくれてありがとうございます。ヨしシさんもありがとう。ありがとう。お、オーガちゃんも来てくれた。あ、リオちゃんアバターで来てください。ありがとうございます。ありがとう。 えーとあ,あとあと2分だねえっと皆さん次約21時からなんでね来てな来てくださいね待っとるからキャンさんも来てねありがとうあかねちゃんも来てほしい石井さん芝生で何て <laughs> 芝生のありなんかな次約来れんかもなんでやねん何で来れんねんこの時間なら来れるやろ番組でもこの雰囲気ねそう出せたらよかったんやけど NW さんかわいいってありがとう わかったウエちゃんにしてウエちゃんにしてきてウエちゃんとウエウちゃんができたね横浦さんもありがとう高橋さんもありがとうティーくんもえっとティーくん21時からだよ次9時から9時からあきさん覚えてるよ来てくれてありがとうございますありがとう丸カトさんもまた来てねありがとうちゃんとご飯食べるねちゃんとご飯食べる黒ジャケットさんもね今日将来祭りだから 落とさされたらから、うん、したかかららし来てくださいみんな何でどうしようかなとかいうのそうしばかれたの行くしばくで <laughs> 前振りいらんかったか冬打ちの方が良かったかなうさんも行くよってありがとう聞いてくださいことみさんもはじめまして来てくれてありがとう白宇佐さんも来てねヒロロン自分で起きろってば自分で起きろおいせ温泉いいな行きたい温泉私も行きたいです かなたちゃん萌乃ちゃんから大好きってありがとうありがとう福さんも花束あ,ありがとうございますねうゆちゃんとうゆうちゃんができてかわいいコンビができたねね九時から九時からなので九時からなので <laughs> 痛いって言ってるみんな反応いいな私がたまにこうやってしばいたりすると思うけどそしたらみんな痛いとか痛いてとか言ってねちゃんと <laughs> ちゃんと言ってくれてるクソしばっかりだ <laughs> ごめんねごめんね赤字しいってさすがに暴力になるからしばかんないよあ20時になったねあのごめんなさいなんかたくさん来てくれて嬉しかったのにちょっとねうまくこの思いが伝わってなかったらごめんね次はもっと上手にコメント読めるように頑張りますはいあまマイさんとこからありがとうございます大ポンさんありがとうございます はい、えっ、ー、と、以前のルームからいてくださった方も、今回初めて来てくださった方も、ありがとうございました、本当に。21時からね、まじまちゃんと被っちゃってるんやけど、私んとこにも来てくれたら、喜びます。泣いて喜びます。泣かんけど。<laughs> 21時からもみんな来てくださいね。よろしくお願いします。はい。次はもっと頑張るね。ありがとうございました。はい、バイバーイ。1時間後よろしくお願いします。バイバイ。